みんな、昨日何が起こったか覚えてる？そう、僕燃えたんだ。続きをやっていこうじゃないか。ねえ、まあ日付は昨日、昨日と今日ってね、あげてるかもしれないけど、ただ僕は燃えたんだ。一人でやってます。はい、ちょっと夜中に。ボリューム抑えめなのは、まあ、嫁さんと娘ちゃんがね、もう今ここで寝てるからなので、で、やつを避けるようにしたいので、ここ、仕方ないから、ね、準備していこうぜ、バンザイス、タウスっていう感じなんだけど、冗談ですが、ロケットランチャー？冗談でしょ？あ、ちょっと待って。うまいか下手か、そして下手なんだ。普通にあれだね、ちょっと試してみるか。あれが使えるのか、ローリングストーン、ローリングストーンが使えるのかどうか。これでさ、万が一ミスってさ、ロケットランチャーこう正面からブワッと打ち込んでたらさ、もう正面最後に打ちかない。5歳下の女の子に好きって言われて抜かれた男の子に絶対バンドロケットランチャー好きで聞かれそう。あ、ちょっと待って、銃を構えてくれない。ちょっと聞いてない。骨壺マッサージ、後ろから来てるよ、来てるから鍵を捨てる余裕を見せてる。ほいほいで、これ伸ばしてくる、もしかして。お、伸ばしてくる、来たよね。危ない。後ろにあるなんか飲みのなんちょかってなんだ。で、そのところで、お前今タイミング悪い。今そういう場合じゃないんだよ。殺したつもりだったんだけど、死んでなかったって気持ちだったんだよ。今逃げます、走ります。違ったって余裕だね、ほんと。やばい。皆さん何回死んだでしょうか。レスカウンターぜひ発動させてみてください。危ない。形の崩れない、ただ唯一のおっぱい。いや、ウエストに対するバストは本当に J だよ、ジルの J だよ。あー、ここまでたどり着いた。さあ、地下鉄に潜り込むことができるのでしょうか。よし、OK。 あ、ご褒美だ。これは、あ、今でもパインだった。で、ここには、てかあいつここまでバーンってやって苦しんでる暇があるんだ。苦しめてる暇があるんだったら、そっちの打ちのめしてくれたらよかったね。あ、プレイヤーはもう苦しいだけなんですけど、この先まで出てくるのかどうしようかな。残ります。大丈夫、セーブポイント1回消すと。や
奴を倒す方法を考えた。駅の近くまで来てくれ。だけど奴もついてくる。なんかあの燃えてる先とかに。俺を信じろ。大丈夫。なさそうだね。さっきはね、まあ、前回パートなんだけど、焼死体になっちまったからね。これで行こうと思うと、冗談でしょ、ね、どっちから来るんだったっけな、あの、ね、デメちゃんも。ズブッ。めちゃくちゃね。これも結構早いんで。早いんで。次。これで中途半端なタイミングで行ってしまうと、殺されちゃうから、急いで逃げます。で、降りてきます。その距離まで行って、その距離まで行って、なんか結局、走ってくるのか、走ってきたくせに、結局その距離でロケットランチをぶちかまってるって謎の商業だよね。次。こっちだ。で、こっちに行かないと、こっちにですね、待ち構えていってね。どういうルート辿ってきたんだろうと思われる。あ、なんとか、もしかしたら、1.05°の高かった今。当時のレートわかんないけどさ、1998年代って確か、なんか24年ぶりとかに、今、あれで大きい。そう、大丈夫。140円とか50円とかもあったみたいなのが、なんか、やってたから、それを考えたんだけど。急いで、やつはほっといて。そうよ、爆発させようぜ。一度。タンクロール撃つだけっていうね、雑だよね。行こう。本当に行ったのは逃げるぞ。ネメシスだったってオチでいいのかな。よっしゃ、行きましょうか。いやー、なんとかたどり着いたけどコーションなんだよな。お、さっきありがとうって言ってくれたイケメンマッチョ。マッチョだろうか。でも男として憧れる体だったらこのくらいがいいかな。僕はね、うん、僕が男としてだったら、いや、うん、ありがとうって言われたらありがとう、これで君は俺より勇敢だ。あの、どうでもいいから、とにかくこれで加えてあげるから早く進む。みんな町から脱出できるのね。でもここでもしかしてセーブしてできたりするのかな。あ、一応できる。じゃあできるんだ。めっちゃバリケード張られてる。知らんかった。まあじゃあこれは一旦直しとこうか。あ、でもそのくらいか。でもこれあれだよね、多分鉄壁のコインとかやってなかったらロケットランチなんか一発ぶつけられたらもう多分一撃死してたんだろうね。ってことコインどんだけバリ方。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。あ、あれ待っててくれたんだ、ありがとう。ピッピッピッって、またこいつから来ない。こっちから逃げて、あなたは逃げてたけどさ、こっちから来たわけじゃん、ニコライたち。どうして、やっぱ動線はあいつだ。新たな任務だな。街を救うためなら、よし行こうか。何だってやるさ。うん、何だってやって。イケメンは何やったってイケメンだからね。よし行こう。何？あ、びっくりした。お前の勝ちさ。私もそう思うわ。さあ行こうか。さてと、なんとか無事前半戦終了というところまでな。お手柄だな、噂通りだ、よくやってくれた。いやいや、中へ入れ、すぐに出発するぞ。いやいやいや、あなたほどでは。カルロス・タイレル、さて、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。ナサニエル・バード、これが最終列車じゃないわね。だろうな、こう新しい要素追加するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。もっとバイオ3さ、先に言ってバイオ R2 俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。全然。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。せっかくやるんだったらね、そこは。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。この詐欺すむのの目。頼んだぞ。僕も嫁さんに言われるな。なんかいろいろふざけたことやったらさ。バカなのみたいな目で見られてる。なんだろうな、普通だったらさ、なんかそういうアホなものとかやったりする。まあやめようよみたいな。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした、チームメイトのことが心配か。一個下のなんかやったね。もっと気になることでも。ロケランじゃないや、
思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのだな。違うか？ようやくお前はそこにたどり着いたか。今の何？ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？よせ、もう助から。来い、こっちだ。ニコラ、何のつもり？やつの狙いは俺じゃない。ニコライ！なんで締めて逃げられなくて。おぉ！お持ち帰り。おぉ、待ってまいります。俺の列車から降りろ、お前。クレイン、クソ野郎め！お前の列車じゃない。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも彼女はそういうんじゃない。素晴らしい経過だ。時間が経つのって早いよね。収録時間自体は多分まだ12、3分な気がするんだけど。いや、わかんない。超適当。よし、よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここが？ここか？どう見ても墓場だ。無限じゃない。あ、無限じゃない。そして回復アイテムがない。そしてなんか非常にすごく重く感じるんですけど、気のせいかな。ブラッド、やめろ。体重の重さを感じる。マジかよ、ブラッド。お前まで許してくれ、許してくれ。まあ実は食われたことだった。ここでも繋がったのは面白い。だから鍵をかけやがった。繋がる靴みたいなものがあるか、まあ、ある気がある。なんとかして開けろ。こいつは俺が片付ける。続きの話とかだろう。おい、やる気か。あ、ちょっと硬くね。悪く思うなよ。あれ、これでもセリフがないってことはまだ。ああ、そっか、これ思い出したね。嫌なやつだけど。ちょっとポスターボーイの話に関しては、ちょっと次回パート。あの警官はどこだ？とりあえず一旦。うわ、さあな。それより任務が。じゃあ。サイドパックがめっちゃある。バード博士はスタート。こっちは捕まえて、さっさと戻ろう。捕まえる、救助するんじゃないのか。鉄壁。鉄壁。これ、あ。なるほどね。これはまあいらない。いらない。いらない。で、違うな。こいつな。これすげえ、やっぱブレるんだな。まあそういう仕様なんだな。あれ？ちょっと待って。カルロス、これ見てみろ。あ、あ、出る、え、あ、出る、出る。あれ？やっぱそうだよな。顔がすごいこと。スターズカードがないってことだ。そうだよな。インフェルノとナイトメアのレベルはそうなってるってことだから。オッケー。じゃあ、いいか。バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。まあ、うまく作ったよね、うん、RE3 に関しては、ね。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け、うん。お前は警察署の現状を調べてくれ。今更だけど。ああ、何か分かったら呼ぶ。はい、呼んでください。おい、気をつけろよ。ああ、そう、ああ叫ばなくてもわかる。ああ、お前もな。お前もな。よし。ということでね、まあ、いい具合の塩梅のところで。
この辺りでね、終了したいと思いますので、また次回パートもね、ぜひご覧いただけたらと思います。では、また次回パートお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、もじゃもじゃ。